下月陽花です。この動画では点画という手法の中で輪郭を描かない画風について話してみたいと思います。実のところペン画で輪郭を描かないというのはペンという画材が一番得意とする描き方をしないということです。これは例えば仮面ライダーがライダーキックを使わないようなもので、通常であれば一発で済むところに手間がかかるので割と面倒くさい描き方になります。そうでなくてもペン画というのは絵の具などを用いて描く絵に比べて何かと表現に縛りがある手法ですよね。まず第一に色が使えませんし、モノトーンで描く上で重要な明暗のグラデーションも表現しやすいとは言えません。何しろペンというのは基本的に線と点しか描けないので、絵筆なら一塗りで済むようなところも結構手間がかかることになります。逆に言えば線を描くのは得意ということなので、ペン画が得意とするのは描く対象のフォルムの輪郭を描くという手法です。色や明暗の境目を区切っている輪郭を線で描いてしまうことがペンの得意技と言えるでしょう。今回はあえてその一番得意な部分を手放してみようという話になります。それでは具体的に描いてみましょう。サンプルとして立方体を3つ鉛筆で下書きしました。まずはオーソドックスに輪郭を描く手法で描いてみます。いわゆる主線をペン入れします。この時点で下書きの線を消し、形がはっきりしたところで塗り絵のような要領で影などをハッチングで描き加えます。輪郭を線で描くのはペンの得意とする手法なので、比較的わかりやすく出来上がりを想定しやすいのがこの描き方のメリットですね。次に今回の本題である輪郭を直接描かない方法でペン入れをしてみます。つまり影などの暗く見えている部分のみペン入れをするわけです。この時輪郭に当たる部分のハッチングの線をできるだけきちんと揃えておくのがポイント。輪郭線は描かないのだけど、あたかもそこに線があるかのようにハッチングの端が揃っているのが理想です。この場合は影などのハッチングをすべて書き込んでから消しゴムをかけます。すると輪郭がなくても形が浮かび上がってきます。コントラストを強めたような少し白飛びしている感じの絵になります。個人的にはこの感じの絵柄が結構好きで、特に下書きの線を消しゴムで消した瞬間、絵が浮かび上がってくる感じがすごく気持ちいいんですよね。さらに背景を描き込む場合はより形を浮かび上がらせることができます。そもそも輪郭線というのは実際に目で見ている映像の中には存在しない線です。実像には光の反射の違いによる境目があるだけなので、輪郭を線で描かない方が実際の映像に近いと言えます。加えて輪郭を描かないペン画は少し柔らかい印象の絵柄になるので、それがすごく好きなんですよね。さてどうでしょう。このように並べて描き比べてみると、同じ立方体でも随分と印象が違いますよね。今回は分かりやすいように極端な描き方をしていますけど、実際には全ての輪郭を省略しなければならないってわけでもないので、同じ絵の中で輪郭を描くところ、描かないところとケースバイケースで使い分けることになります。それでは最後に作例というほどでもありませんけど、
輪郭を描かないペン画で人物をスケッチしてみようと思います。いかがだったでしょうか。今回はペンという画材が得意な輪郭を線で描くという手法をあえて使わないことで、正直面倒な描き方なのですが、出来上がりの画風は結構好きな感じになりますという話でございました。使用した万年筆はパイロットの角の、インクは同じくパイロットの色しずくシリーズから深海。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いできましたら幸いです。